はい、皆さん、こんにちは。田中です。ということでね、本日はですね、まあ、年が明けたということで、今日1月、まあ、4日かな、よくわからないんですけども、把握しとけ。ってことで、ね、やっぱり年明けて、やっぱり家族にですね、お年玉あげたいと思います。でね、あげるターゲットなんですけども、まあ、やっぱり、まあ、うちの、まあ、やっぱり、グランドファーザーに、やっぱりあげたいと思いますね。はい。おじいちゃんでございます。やっぱりね、いつも、撮影協力とかね、手伝ってもらってるということで、お年玉ね、あげたいところなんですけども、まあ、本当にはあげません。はい。嘘です。あげません。あげるわけありません。はい。なんでかっていうと、金額が10万円だからです。ってことで本日はですね、おじいちゃんにお年玉10万円あげてみたドッキリをしていきたいと思います。この間の貯金箱の開けたこの千円札はさすがにこれあげちゃうと100万円くらいになっちゃうので、本日はね、下ろしてきました。はい、こちらでございます。はい、というわけでまあこんな感じなんですけどもね、こちらの10万円をあげていきたいと思います。はい、ってことでね、この中に、入れていきたいと思います。はい、ってことでこの中に全部入りました。 OK、 ってことでプレゼントしていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。ジジイ、ジジイ、これ、まあ、お年玉つちゃないんだけど、まあ、新年明けたし、はい。なんでお年玉？いや、お年玉。いや、いつも、撮影とか手伝ってくれてるじゃん。協力とかね。それの、まあ、やっぱ、お返しっていうか、まあ、感謝の気持ちだよね。なんか入ってる。紙だろ、どうせ、こんなの。ちゃんと見て、ちゃんと見て、なんか。あ、本物じゃない、これ。ほんとこれ。もらっちゃっていいの？うん、いいよ。感謝だから。はい、ってことでほら、うん、10万円ですよ、本当に。すごいじゃん、これ。うん、本物。うわぁ、嬉しいな。プリンターでも買おうかな。プリンター買っちゃう？うん。どう、今の気持ち。うん、どう、嬉しいでしょ。嬉しい、嬉しい。嬉しい。バンダンの桜か、襟の色。その歌、何その歌。吉野に。それ、うん、それ、戦時中の歌でしょ、それ。それ、戦時中。はい、ってことで、じゃあ、じいじに10万円、プレゼントでございます。はい。ありがとうございました。はい、ちょっとごめんね。ごめん。ちょっとごめん。こういうこと。はい、ってことで、取りました。完全に騙されましたね。はい、というわけでね、部屋に戻ってきました。電気つけて、オッケーオッケーオッケー。ってことで、よいしょ。はい、ってことで、まんまと、おじいちゃん騙すことに成功しました。イエーイ。ですね、見てください、こちら中身なんですけども、まあね、本当に10万円が入ってるのか。これ本当に入ってるんですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚って本当に入ってるからね。みんな入ってないとかさ、思ってましたけど、本物の10万円なんですよ。でね、まあこれをおじいちゃんにプレゼントするというね、動画だったんですけども、まあ嘘ってね、最初からドッキリって言ったんですけどね、多分相当嬉しかったでしょうね、多分孫からもらうお年玉、しかも10万円、それはね、嬉しいと思うんですよね。うん。まあでもね、これはドッキリということで、まんまとおじいちゃんは引っかかってしまいました。ということでね、以上、楽しみでございました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ということで、やばい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 。